ウクライナ東部のハルキウ中心部の住宅街でロシア軍によるミサイル攻撃があり、10歳の子供ら2人が死亡しました。ハルキウ州への大規模な攻撃は2日連続となります。住宅街の路上に瓦礫が散乱し、黒い煙とともに炎が上がっています。6日朝、ロシア軍の弾道ミサイルがハルキウ中心部にある集合住宅に着弾しました。ハルキウ州の知事によりますと、10歳の子供ら少なくとも2人が死亡し、生後11ヶ月の子供を含む30人が怪我をしたということです。ハルキウ州では2日連続でロシア軍による激しいミサイル攻撃が続いています。5日には戦没兵士の慰霊式への攻撃があり、参列していた遺族などこれまでに52人が死亡しています。